キーパーボールスロー、シュマイケルンベはデンマークグラッドサクセ出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。父はポーランド人。ボールスローはポーランド系の名前でボレスワフと読む。20世紀を代表する名ゴールキーパーの一人である。もともとハンドボールのキーパーだったが、スカウトされてサッカーに転向した。 マンチェスター・ユナイテッド FC では1991年から8年間プレーし、リーグ5回、FA カップ3回、チャンピオンズリーグとリーグカップの優勝に貢献した。特に所属最終年の1999年には、キャプテンとして UEFA チャンピオンズリーグ、リーグ、FA カップの3冠を果たした。チャンピオンズリーグ決勝で、バイエル・ミューンヘンに勝利した試合を最後に対談した。 自身の希望での対談であったが、後に対談したことを後悔していると語った。ファーガソンは世界最高の GK であり、代役を探すのがとても難しかったと著書に記した。デンマーク代表の最多キャップ保持者でもある。ユーロ1992では、準決勝のオランダ戦での PK 戦で、カンバステンのキックを止めて、決勝進出に貢献するなど、優勝に貢献し、 同年のバロンドール投票では、自身最高の5位、FIFA 年間 MVP 投票でも5位体を記録した。1998年のフランスワールドカップでは、ベスト8進出した。1992年、バロンドール投票で5位、それを含みキーパーとしての最高位を4度、経験している。FIFA 年間 MVP 投票で5位体、翌年に自己最高の4位を記録した。 マンチェスターユナイテッド FC 在籍時に UEFA カップのボルゴグラード戦でコーナーキックからヘディングで1ゴール2001から02シーズンアストンビラ FC 在籍時10月20日のエバートン戦で1ゴール代表でも2000年にベルギーとの親善試合で1得点挙げている他親善試合などではボレーシュートを決めている息子のカスパーシーマイケルもゴールキーパーとして プレミアリーグのレスターシティで活躍し、デンマーク代表にも選出されている。またエケル・カシー・ジャスはシュマイケルを模範としていた。ありがとうございます。